こんにちは、MVです。今日はユニクロのスーパーノンアイロンシャツが本当にどこまでスーパーノンアイロンなのかを検証したいと思います。スーパーノンアイロンシャツ、アイロンかけなくてもシワが伸びてるよと、洗いざらしでもすぐ着れるよと、それがまあ売りなんですけれども、なことはないだろうと、どんなに優秀な防シワ加工をしていても、シワぐらいつくよ。例えばじゃあこうやってシワつかないんかいって言われたらつくんじゃないかと。というわけで、どこまでいけるのか試してみましょう。まずは買ってきたんで、これをちょっと外していきます。まあ、なかなか複雑な、パッケージングになっていて、取るのがいっぱいあるんですけど、ユニクロさん、ちょっとパッケージ過剰すぎじゃないですかね。いつも思うんですけど。これいる？いらなくない？これ。何度洗ってもハンガーにかけるだけでまるで新品のように味わえる。本当かな？はい、すべての付属品を外しました。外した段階、まあ当然畳まれていたので畳みじわがありますね。この時点でスーパーノンアイロンなのかどうか正直わかりませんけれども、畳みじわがかなりついてますね。結構シワついてますよこれね。これをじゃあ洗濯してみましょう。まあこれは許しましょう、しょうがないね。あの畳みじわ、まあ長時間畳まれてたわけだから、そのぐらいのシワはつく。そんな鉄じゃないんだから、このぐらいのシワはつくだろう。じゃあこれ洗ってみてですね、シワが本当に取れるか、その辺を検証していきたいと思います。はい、洗っていきましょう。大丈夫かな、これだけ。ちょっとスピードでいいや、時間もったいないし。はい、22分後開封しましょう。見ての通りごく普通の洗濯機です。超安いですこれ、1万円後半ぐらいだったかな。はい、出来上がったようですが、はい、ちょっと、はい、洗い終わりましたが、確かにすごいね。洗いざらしで、まだ濡れてる、全然濡れてる、まだ、なんだ？脱水か。脱水って言葉は出てこなかった。脱水したばかりで全然濡れて、これから乾かさなきゃいけないんですけど、この状態で襟にほとんどシワがないのは結構すごい。これ、ガチですごいですね。すごい。この生地感でよくこんなにシワ入んないもんだな。表面もほぼほぼシワはないけど、まあでもこの辺とかね、やっぱり洗いざらしだとちょっとシワ出ますね。ここから乾燥してどうなるかっていうのがちょっと見ものかな。乾燥してみましょう。はい、これが、洗った後の姿です。まあ多少はねシワ確かについてるけど、ほとんどわからないぐらいだと思います。ポケットだけちょっとついてるけど、ただ動画で見るより目立たない気がしますね。何よりびっくりしたのはこの襟の部分ですね。ここが本当にすごい。洗いざらしでこのピシッとした襟が出るのはマジですごいです。これ本当にアイロンかけてないですよ、何もしてないです。洗ってハンガーにかけて干してるだけでこんな感じ。あと前立てもね、この部分って結構よれるんですよ、こうよれるんですけど、ほとんどシワがない。これ結構すごいですね。ノンアイロンですねマジで。でこれ、まあ、シワつきにくいとはいえ、まあ多分こういう風につけたらシワつくと思うんですけど、まあ、どこまでやるとシワがつくのかちょっと試してみましょう。さて、どのぐらいシワがついたでしょうか。
確かめてみましょう。はい、シワをつけてみたんですけれども、こんな感じ。まあほとんど変わんないですね。まあただね、これ結局あの肘のあたりとかは、あの袖とかこうまくるじゃないですか。袖まくったりするとやっぱり肘の部分とかはやっぱシワが残ります。まあそういう意味でのシワがつかないっていうことじゃなさそうですね。スーパーノンアイロンだからどうやってもシワがつかないのかって思ったんですけど、まあシワはちゃんとつきます、残念ながら。ただし洗うと、洗って干しとくだけでシワが取れる、そういう意味ではもう完全に確かにスーパーノンアイロンですね。あの1日着て肘のあたりだったりとか、まあ、背中のシワだったりとかは確かにちょっとつくはつくんですけれども、まあ一回水通しちゃって干しておけば勝手にそのシワは伸びるっていう感じ。確かにほとんどあのアイロンはかけなくても良さそう。まあ細かいことを言うとね、細かいことを言うとやっぱりこのポケット部分がちょっとシワが残るのがまあ気になるぐらいで、あとは前立てのこの前立てのこのボタンがついてるところのこの端部分が若干よれるぐらいで、他はほとんど気にならないですね。まああの基本的にシャツの、これはシャツのアイロン掛けのテクニックの一つなんですけど、シャツのアイロン掛けって急いでるときは襟と前立てとあのカフス、そして裾、ここだけアイロン掛ければ OK なんです。まあ特に襟と裾とカフスが目立つから、この3箇所はアイロンかけてあげると意外と綺麗に見えたりします。で、前立てはなぜかけるかっていうと、前立て部分って実はシワが結構寄りやすいんですね。なのでここはアイロンかけた方がいいんですけど、このシャツに関してはほとんどその3箇所と前立てが、シワがつかないようになってます。これは本当にすごいことですね。ちゃんとやっぱり考えてるんでしょうね。裾がやっぱりこう寄れたりシワがついたりするとどうしてもやっぱりこうだらしない印象になってしまうので、裾がね、ノンアイロンでここまで綺麗にシワがつかないのはなかなかすごいです。結構初めてレベルで見たあのぐらいのあのシワのつかなさだと思いますね。で、襟とかも本当にこうピシッとした襟がですね、洗いざらしで表現できるっていうのはマジですごいです。なので本当に出張に行く人とかね、1日来て、まあ、次の日のシャツ持ってきてないっていう方は、まあ、例えば出張のビジネスホテルのお風呂場でバーッと洗ってね、ちょっと干しとくだけで簡単にこのぐらいの綺麗な質感になるので、まあ、本当に使いやすいは使いやすいと思います。あとは生地感もですね、やっぱりそのまあユニクロが気合入れて出してるだけあって本当に高級感あってツヤ感も綺麗です。なので値段はかなり安いですけれども、ビジネス用のシャツとして非常におすすめです。まあただビジネス用のシャツなんでね、襟がちょっと固めになってます。カジュアル用のシャツとビジネス用のシャツの違いって結構襟に出たりするんですけれども、ビジネス用ってネクタイ締めた時にきちんと形が崩れないようにするために割と襟固めになってるんで、でカフスとかも固めになってるんですね。なのでそういうものをカジュアル時に着ちゃうとちょっとビジネス用のシャツを流用しているように見えてしまうので、まあこのシャツなるべくだったらビジネス用だけに特化させた方がいいとは思いますが、まあギリギリ日常用で使ってもそんなにまあおかしくはないとは思いますが、まあ一応ビジネス用という感じですかね。そんな感じでスーパーノンアイロンシャツはどこまでスーパーノンアイロンなのかっていうことをちょっと軽く検証してみました。個人的には100点満点に近いような出来だと思います。気になったらビジネスマンの皆さんぜひ購入してみてください。はい、MB チャンネルこんな感じでファッション豆知識ロジック、商品紹介などなどお届けしております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。